村上道康は戦国時代の伊予国の武将、河野氏の家臣、村上水軍の大将、来島城主、来島道康として知られるが、実際に来島市を名乗ったのは四男の道房が豊臣秀吉に仕えて以降であり、道康自身が来島市を名乗った事実はない。道康が幼い時期は、府中で、正岡氏、重見氏といった有力者の反乱が続き、 これらの鎮圧に当たった来島村上氏は、府中方面の最有力者となる。天文十年には、伊予一の宮である、大山住神社がある大三島が、大内水軍によって、襲撃を受けた。河野氏の当主、通直の命を受けた道康は、徳井、平岡、今岡らの警護衆と共に出陣。島村上氏の援軍も得て、新 大法利氏らと共に、大内水軍を撃退させた。通直に厚く信任されていたらしく、その婿の一人となっている。また、通直が、この春道と対立した際には、通直の側につき、河野氏の家督継承者として選ばれたが、河野氏家診断の多くは春道を支持したため、通直と、共に輸畜上を逃れた。巨城の雷登城を攻撃されたが守り抜き、河野氏家診とは僕。 後継者とはなれなかったが、河野一族として河野氏の家門の使用統治制を名乗ることを許されたと言われる。河野道信の,の代になると河野氏の内政、外交、軍事の各方面での中心的役割を果たし、室町幕府関係者や周辺勢力との恩信の様子が見られる。河野元年、毛利元成が東春方と厳島にて戦った際は、帰化の水軍を率いて、 毛利軍の援軍として参陣した。その後も元なりに積極的に協力し、大大内大友支線で水軍を率いて活躍した。A60 年、伊予宇都宮市との戦いの最中、急病となり、湯水駅へと戻るも、そのまま回復することなく10月23日に死去した。この直前に元なりに河野氏への支援を依頼しており、元なりは、 五福島の戦いへの来園への恩義からい,いよへの援軍を派遣し、毛利軍は小早川隆景を中心とした軍勢を世に上陸させて、宇都宮豊綱とそれを支援する土佐一条氏を打ち破った。道康の死後に娘の一人が保田元清に嫁いだ。その子が毛利秀元であり、直系の苦島長近と合わせて二人の孫が江戸時代まで大名として続いた。 重見氏との戦いにて、敵将に、槍で鎧に、穴が残るほどの攻撃を受けたが、逆にその敵将を打ち取った、味方の古川内氏が、敵将に首を取られたと聞くと敵人に取って返して、首を奪い返した、宇和島合戦では率先して敵人に突入して、有名を馳せた、など水上のみならず、陸上戦でも武勇伝が多く残っている。よひこの家父では、 河野通直が春道と争った際に、過信団に城を攻められた通直が自害しようとするのを、押しとどめ、自ら背負って脱出し、居城来島城に寄ったとしている。道康の自責については、不明な点も多いため、今なお多くの議論がなされている。ありがとうございます。